日米での EP3 電子戦偵察機共同訓練が開催され、東シナ海での防衛事情が変化している中、尖閣への中国の動きが変わってきました。日本のテレビでも報道されないことは結構多いと思いませんか？例えば、東日本大震災の際のいち早い台湾の援助について、被災地以外に知られるようになったのは数年経ってからでしたね。今回は報道されないニュースの一つ、南シナ海を外事の P3C 哨戒機が無断で飛行したことに中国が猛反発したが、日本は無視したという件について紹介したいと思います。日本の領土である尖閣諸島周辺海域へ何回も侵入行為を繰り返し、漁船を追跡するなど、次第に行動がエスカレート、凶暴化している中国。領海侵犯されても、日本は武器での攻撃はできず、退去を呼びかけるという丁寧な対応を強いられていますが、同じことを他の国がやると猛反発してくるのが中国です。2021年2月、日本政府に対して自国領と主張している南シナ海上空の無断飛行を非難する動きをうかがわせているのです。もともと中国は南シナ海の約 80% の海域を勝手に自国領と宣言してます。昔々はそうだったのかもしれませんが、現在は全く違います。中国の勝手な言い分は日本のみならず、台湾はもちろん周辺国との紛争の種となり、しかも継続する原因になっています。今回は中国領と言い張る中のミスチーフ省の上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したという指摘でした。現在の防衛大臣である岸信夫氏は、2月26日、記者会見を開きました。その席上、外事の P3C 哨戒機の飛行行動は、国際法に照らした上で、適法であると改めて宣言しました。これは、この海域の中国の領有を、認めないという従来の立場を貫いたものです。南シナ海では、アメリカが艦艇を派遣する航行の自由、作戦が定期的に展開されています。2021年には、フランスの攻撃型原子力潜水艦も南シナ海を航行すると明言しているようです。これと歩調を揃えるように、イギリスも2021年には最新鋭航空母艦、クイーン・エリザベスを派遣することを決定しました。この上艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を艦載させる予定となっています。つまり、大国の艦隊が、中国が主権を主張している南シナ海に派遣されることになるわけですね。このようなアメリカやヨーロッパ主要国の動きを見ると、西側諸国が一致団結して中国の南シナ海を含む周辺海域へ進出しつつある状況を牽制するものではないかと推測されているのです。だとすれば、日本には朗報ですが、果たして中国に効くのかどうかは不明です。何と言っても、相手はあの中国ですからね。外国の艦隊を見て、中国がビビるほど
可愛げのある国とは思えませんし、逆に反発してまたまた軍備増強に走りそうです。中国は南シナ海への進出行動を一気に加速させています。特にこの海域の南沙諸島には7カ所にわたる人工島を完成させていますし、現在もその人工島内の整備を毎日毎日強化し続けていると思われるのです。今回争点となったミスチーフ賞を含めて、中国が南沙諸島に人工島を建設していると国際的に認識され始めたのは最近になってからのことでした。2014年、平成26年頃と言われ、たった2年で7カ所の工事を行っています。その動きは人工衛星などから発見できなかったのかと思ってしまうのですが、なかなか難しいことだったのでしょうか。人工島の多数がミスチーフ礁と同じような干渉なのですが、満潮時には水没してしまう小さな暗礁だったにもかかわらず、強引に埋め立て盛り土をして、あっという間に人工島を完成させました。そして実効支配を確立させてしまったのです。特に注目されるのがミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スービ礁の3カ所です。これらの干渉には大型旅客機が離着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されているそうです。要するに戦闘機から爆撃機まで、どんな航空機も運用可能とまで推測されるのです。滑走路だけに止まりません。中国はこれらの人工島にさまざまな施設を建築しています。その施設は軍事関係だけではなく、いわば民間施設まで含む多様な建造物が確認されるようにもなっているそうです。人工島は港湾部分の整備も進められており、航空戦力だけでなく海の軍事拠点としても重視していることがわかります。逆に言えば、中国以外の国にとってはこの場所が脅威になり得るということです。中国が軍事関連施設ではない施設を建造するのはどうしてでしょうか。そこに中国のずるい、賢い狙いがうかがえます。つまり、軍事施設以外の建物を作ることで、軍事施設を守るという、心棒遠慮です。軍事施設とは呼べないものの、代表としては、気象観測施設が一番に、思い浮かびます。しかし、この場所が干渉だった頃には満潮時以外には、水没してしまっていました。だから、居住することは不可能でした。中国は、生活できない場所に、強引に土地を造成し、民間人を送り込んだのです。アメリカ軍は、最近のイラク戦争など、中東の戦闘においても、軍事施設のみをターゲットとしたピンポイント攻撃を主として行うようにしています。民間人や民間施設を攻撃したという国際的世論の非難を交わす上でも、そうせざるを得ないという状況でしょう。湾岸戦争やイラク戦争で、誤射とは言いながら民間人や施設を攻撃し、多大な犠牲を出したことは忘れてはならないことです。
優秀なアメリカ軍の精密誘導兵器をもってしても、もともと面積が小さい人工島では、意図したターゲットに命中できても、その他の軍事施設以外の建物への被害を考慮して攻撃を控えてしまう可能性が高まることは簡単に想像できます。中国が人工島に民間人を送り込んだのは戦術としては誠に理にかなったものと言えるでしょう。さすがは韓非子を生んだ国だと妙な納得をしてしまいます。民間施設ではないかという不安を無視して攻撃を強行したとすれば、民間施設を巻き込んだ非道な攻撃であると、中国が国際社会に向けて自分の立場を正当化できる位置を得てしまうことも考えているのでしょう。こう考えると、中国とアメリカが実際に軍事衝突すれば戦場となるのは南シナ海が最有力と推定されていますから、戦略的には中国が優位に立っているのが現実かもしれません。韓国が不法に占拠している日本領の竹島をはじめとして、中国は人工島ではあるが、こうした本土から遠く離れた島嶼部における動きは実効支配を確立したものに分がある、つまり早い者勝ちということが明らかになっています。いくら昔からの主権があるといっても、実質的に支配してなければ理不尽ですが認められないということになってしまうということです。そういえば日本も散々揉めた挙句、尖閣諸島を国有化したものの何も手を打ってはいないですよね。日本の領土だと主張しても、その場所に中国人がいたら何も証拠にはならないのではないかと思います。なんとかならないものか、政治家の手腕に期待したいところなのですが、なかなかどうは遠いようですね。